水戸黄門というテレビ番組があります。今でも視聴率を20%前後も稼いでいる人気番組だそうです。まあ、その水戸黄門がですね、三葉葵の紋章を見せて、控えおろうと一括しますとですね、みんな、ははーと言って頭を下げるわけです。でそれをまあ日本人のまあ視聴者はですね、見て痛快と思うわけであります。しかし、どうして三葉葵の紋章を見せて痛快と思うのでしょうか 私、若い頃にですね、香港へ行った時に、まあ、暇、暇があったもんですから、中国、香港でですね、中国の映画を見たわけであります。その時は、あの、私が見たシーンはですね、中国では刀をですね、あの、見せたと思うんですね、確か。刀を振り上げて、これは皇帝の刀であるぞ、と言って、刀を、あの、 手を手で握って高く上げますと何千人というその中国人の兵士たちが全員ハはー,はーと言って地面に頭をこすりつけるわけです。でそれを見たときにああこれが権威主義なんだなっていうふうにあの、まあ、外の世界から見るとわかるわけですね。まあでも中国の人にはそれはわからないでしょうね。あのまあ権威主義。でその権威主義っていうのは何,何かって言いますと結局は、まああの偉いという言葉につながっていくわけであります。 まあ偉いこの日本では偉い人というときには地位や肩,肩書きのある人のことを偉いというわけですね。そうでない人を偉いとは言いません。では英語ではあの偉いにあたる言葉があるのかというと、これがないんですね。あえと言えば respected, 偉い人は respected man になるわけですけども。じゃあ respected man と言われたときには別に地位や肩書きは関係ないんですね。 地位や肩書きがなくてもリスペクトされるときはされるし、地位や肩書きがあってもリスペクトされないときはされないというわけであります。でさらになぜそういうその偉いという言葉があるかというんですけども、まあまあ、日本はまああの、とても残念なことに、長い間、300年以上もです、ね、あるそれ以前から、官僚主義国家を貫き、また、封建時代という世界でも類を見ない、本当に暗黒かつ恐怖政治の時代を日本は経験しているわけであります。 その中で徹底して日本人というのは骨の髄までですねあの、魂を抜かれてしまったんですね。その結果、物言わぬ従順な民というものが、まあ、いい民であるというようなことで、明治,明治時代にありまして入りまして、いわゆる物言わぬ従順な民づくりが教育の目標になったということ、これはまた事実なんですね。だですから、そういう人たちが何にも文句,文句も言わず、政府に立てつくこともなく、まあ、戦場に行けといえば戦場に行って殺されていったというのが日本の歴史なんですね。 あの正義のために戦ったとかそういうことじゃなくて、国のためという言葉がそこから生まれてきたわけであります。いわゆる全体主義国家というものもの,もの,もの基本にもなったわけであります。でそれがその、まあ、いいか悪いかというよりもです、ね、まず第一に、そういったその偉いという意識というものは、まあ、外国の人には理解できませんね。私が1970年にあのオーストラリアのメルボン大学に渡たったときに、 当時のですね、法学院で、ブレナン教授がですね、あのー、私に、副部長をなさってたと思いますけどブレナンブレ、ブレナン先生がですね、私にこう聞いたですね、あのー、水戸校門が悪いことをしたら、日本人はどうするのかっていうことを言ったと思うんですねで。私はその時にこう言ったんです。水戸校門は悪いことをしない。そうしましたら、周りにいた学生たちもみんなね、そりゃおかしいって言うんですね。そりゃおかしいって言うんです。 それでミトコモが悪いことをしないという考え方はそのものがおかしいというわけですね。というのは、イギリスでもオーストラリアでもですね、歴史といえばその時の権力者に,戦に立ち向かってきた人が歴史の主役といいますかヒーローなんですね。例えばイギリスにはウィリアム・ウォレスという、まあ、あのブレイブハートのモデルになった人もいたわけであります。それからああのロビンフッドもいたんですね。そしてオーストラリアにもマド・モーガンという人がいます。 マドモーガンという人がいましたね。体中を鉄板で囲あの覆ってです、ね、たった一人でイギリスの総督府との軍隊と戦った、まあ、オーストラリアでは英雄の英雄になっているわけですで。そういう人たちが、まあ、欧米ではーヒーローであり、歴史を作り上げてきているわけです。一方、日本では、ですね異性者が、あのー、歴史を作り上げてきているわけですね。ですから歴、歴史というとき、私たちが歴史の勉強というときには、異性者の子というわけですね。 まああのー、こういうとこの静岡県では、まあ、あ,るあ,るある意味で袋叩きに合うんですけど、まあ、今でこそうるさくなくなったんですけども私が浜松来た頃にです、ねまあ、この静岡県というところはもう非常に徳川家康と非常にこう、あのー、縁が深い地域なんですねいろんな意味で浜松城というのももともとはあの徳川家康が住んでいたところで出世城とも呼ばれておりますけども、まあ、それはともかくとしてこの あの徳川時代にしてもですね、300年という時代をかけて、徳川家康の悪口というか、都合の悪い事実は徹底的に消されたんですね。ですからもう今、徳川家康の批判する材料を、この徳川の封建時代の中から、あの今の歴史の中から探そうって、まずありませんね。それはないわけです。もう、まあ、今でこそ私、徳川家康なんてこう呼び捨てにしてますけども、まあ、江戸時代に徳川家康なんて言ったら、 途端にもう首が跳ねられたんでしょうね。しかし私だけじゃなくて、一族、老党なんてね、恐ろしいことはしなます。一族全員ね、親兄弟、親類まで、その、まあ、張り付けにされて、塩付けにされて、まあ、どうかなっちゃったんでしょうね。まあ、そういうその恐ろしい恐怖,恐怖政治の時代であって、 ありまたそれがその300年という時代を年月を経て徹底的にまあ家康という人間人物像が美化されその一方で家康という人,人物像の中に潜むね暗い部分というのはあるいは影の部分というのはもう徹底的に消されたわけですまあ織田信長についてはねこれはあのー、まあ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 徳川家康ほどで何にしてもまあ今でもその 残忍な訓の暴君であったということは伝えられております。まあ、そういう人たちを指してですね、あの日本では偉い人というわけですね。で、あのー、私、これ、このそれに対して最初に疑問に思ったのはですね、私がちょうどカナダ大学の学生だった頃にですね、石川県選出の,選出の,その代議士が議員がですね、 そのなったまたま夜だったんですけど、あのー、金沢駅で、私は金沢駅からどっか行こうと思ってたと,、まあ、と思,ってた思ったんでしょうね、その時に、その防衛庁長官がその金沢駅へ来て、凱旋旅行、凱旋パ,パレードにぶつかったんですね、まあ、それはものすごいものだったですね。 まあ、あの自衛隊が総出で、ですねまたパトカー、自衛隊、それから代議士、代議員、まあ、調査区、地方議員分かりませんけども、とにかく何十台というその車がずらっと並んでるんですね。そして、その中に、地方あたりにその当時、石川県選出の議員がですね防衛庁長,長官になったということで、外線パレードをして、金沢市へ入ってきたわけであります、ね。それを見た時ににですね驚くと同時に 馬鹿めてると思いましたね、はっきり言って。というのは、当時すでにですね、欧米諸国で、特に北欧,北欧の国の名前を忘れましたけど、も、北欧のある首相はですよ、自宅から、えー、議会まで、ね、自転車通勤をしていったとっいうニュースを私は知ってましたから、そういう事実を知ってましたから、それがの民主主義だというふうに、まあ、思ったんですね。まあ、だかか、ら日本といいううう国はそういう権威主義と言いますか まあ偉いと言いますか、偉い人ということなんですね、今度もあのたまたま昨日でしたかね、あのえー、復興担当大臣という方が、M というね、復興担当大臣という方が選ばれまして、どこかの県に行ったんですね、そうしましたら、その県知事があの出迎えなかったんだそうですね、それに対して、しっだって怒って、そしてその握手を拒否して、まあ、さらにその、まあ、いろんな暴論を吐くわけですね。 暴言を吐くわけですねで、まあ、そういうのを見てるとなん,なんていうのかなまだ日本という国は民主主義っていうのが根付いてないということを私は強く思いましたあのどうして大臣が偉くて県知事が偉くないんですかどうしてそこに上下関係が生まれるんですかあのどうしてその県知事がねあの大臣を迎えないからといってあの大臣が握手を拒否する。 などとといううことがあるんでしょうかさらに、まあ、いろんなこと言ってますけどニュースでまあご覧になった方も多いと思いますけども全くまあ私は馬鹿げてるというよりもはっきり言って馬鹿大臣だと思いますね、あのー。今のこの時代において、あのー、そういうことを言うやるっていう。ということは言い換えますと日本という国は民主主義 というものがまだ分かってないということは逆に言いますと私たちは民主主義もどきの民主主義を民主主義というふうに思い込まされているだけじゃないのかなというふうに、まあ、そのニュースを見て思いましたですね。 事実、1970年、私がオーストラリアのメールボダンを受けた時にですね、テキストの中に日本にはこういうふうに書いてありましたね。えー、ジャパン、日本はね、ビューロクラティックカントリーと、韓流主義国家だと書いてありました。中にはロイヤル,イヤルビューロクラティックカントリーというふうに書いてある国あテキストもありました。君主ー、官僚主義国家という意味になるわけですね。 で私はそれに対して猛烈に反発しまして、日本は民主主義国家だって言ったんですけどね、ディモクライティックパンカ,カントリーだって言ったんだけども、みんな誰も相手にしてくれませんでしたね。で、それから40年、やっぱり日本を今振り返ってみますと、日本という国は官僚主義国,官僚主義国家ですね。官僚のための官僚による官僚の、まあ、国家と言いますか。そういう国家であるで。いわゆるそれは何でか何かというと、例えばこうした上下意識というものについても、あの いまだに、なんて言いますか、偉い人、偉くない人という、そういうその意識が残っている。その人の例として、私は冒頭で、水戸黄門を取り上げたわけであります。水戸黄門の三つ葉青いの文章を見ただけで頭をははっと下げる、まあ。実に馬鹿げた光景でありますけれども、そ,のそれを、まあ、馬鹿が言っているんだけれども、その馬鹿が言っているということがわからないほどまでに、日本人というのは骨の髄まで、というか、あの魂、 骨のズミで魂抜かれてかしの今おかしいですけども、魂を抜かれているわけです。じゃあどうするかですけども、私は偉いという言葉をです、ね、背後にしたい、あるいは偉,偉いというときにはもう別の意味で使ったらいいですね。 あのいわゆる地位や過になる人は偉いという日本の古来の言い方はもうやめてですね、あのいわゆる尊敬する人ですか、例えば子供に向かっては偉い人になりなさいよと、まあ、そんなことを言う親も最近は少なくなりましたけれども、尊敬するされる人になりなさいよと、そういうその言い方に切り替えていく,いくべきじゃないかなと思います。尊敬されるという時には別に地位や過関係ありませんからね、地位や過疎関係があっても尊敬されない人はされませんし、 死や堅いがなくても尊敬される人は尊敬されるわけであります。ですから尊敬される人になりなさいよっていうふうに教えて、教えるべきであって、偉い人になりなさいよっていう言い方はもう本当に背後、背後もうやって、もうにしたらいいと思います。背後ってことはもう使わないっていことですね。意識的に使わないということです。そういうふうにして日本の社会というものを根底からでも使う、あの私たち自身の意識から変えていかなくちゃいけないっていうことなんですね。その、M という、まあ、復興、 担当大臣にしてもそうですね。そういう大臣、まあ、はっきり言えばおバカ大臣なんですけども、まあ、おバカというのはバカ大臣ですね。そういう人が生まれるということは、別にその大臣を責めても意味ないですね。そういう人を支える下地が日本人にはあるということなんです。その下地の部分、つまり私たち自身の意識を変えていくということですね。変えていって、そして民主主義というものを完成させていくということなんです。そういう意味で、 えらいという言葉を背後にしようという、まあ、今日のテーマにしました。まあ今日はあのー、背景にですねあの回転寿司の <laughs> 最近はこういうふうにこの意味のない画像を撮ってはそのなんて言いますか、あのー、それを背景にしてこういうふうにマイクを使って話すというのがちょっと新しい試みとしてやってますのでまあ今ね醤油をかけてますね。 ということはどうでもいいんですけども、あの面白いですね、おも、まあ、面白いですねというか、右にのが私で、左にのが私であります。大体いい、1人4皿ぐらいでもうお腹いっぱいになっちゃうし、今日はうどんを食べました。ここのうどんおいしいですね。まあ、こういうくだらない話はよしにしましてですね、まあ、とにかくまあ今回の M の復の、復興担当大臣の言葉には呆れましたね。今でもそういう人がいるんだなと。 これは日本という国はよほどその意識を変えていかないと、なんていうか、民主主義なんていうものは、絵に描いた餅で終わってしまうんじゃないのかなと思いましたですね。まあ、あのー、皆さんはどうなんでしょうかどうに考えられるでしょうかあのー、偉いという言葉を背後にしようと。そういうテーマで話してみました。参考にしてください。では、さようなら。